もう始まってしまいました。滝でございます。よろしくお願いします。さっきもちょっと言ったんですけど、今日前回もここで有料とならせていただいたんですけど、なんとなく雰囲気が前回と違うのでですね、どんな話をしようかなというのでちょっとですね迷ってると思います、正直で。ちょっとですね、皆さんどういう方なのかをですねちょっとだけ教えてほしいんですよ。で、手を挙げて答えていただければと思いたいんですけど、1つ目、皆さんが普段ゲーム、Wii とか DS とかそういうのってやられるでしょう。やられるっていうか、あ、これぐらいですね。ありがとうございます。じゃあ、2つ目の質問です。皆さん普段ですね、ラノベって言われる、アニメっぽい絵の描いた文庫本みたいなやつ、こういったものを普段言われます。読まれるというか手を挙げてくれる。あ、1人。ありがとうございます。なんでそんな話をしたかというとですね、そういうのが大好きな方とさんはですね、多分全然違う視点で読むんだろうなと思うのを今日は持ってきました。で、持ってきたのはですね、この本でございます。これはですね、All You Need Is Kill っていう本で、集英社のスーパーダッシュ文庫っていう文庫から出ています。いわゆるラノベって言われるジャンルの本ですね。ラノベというと大体ここのところにですね、超巨乳な可愛い女の子が出てくる典型的なパターンなんですけども、ちょっとこれ違う感じですけど、これも、レーベルとしてはラノベですね。で、実は私ラノベあんま読まないんですよ、正直。で、このこの本は、比較的ゲームっぽい雰囲気を持っているので、ゲームが好きな方とかもうずっとラノベ読んでる方っていうのは多分ああこれねみたいな感じがあるのかなとは思うんですが、私そういうのなかったのでですね、でもこれ読んでたで、面白かったのでこれを皆さんに紹介したいというのが今日のお話で、All You Need Is Kill、Need Is Kill ですから、キルすることが必要なんですよね。で、ここ多分これ主人公ですけども、キリアっていう少年か、青年かぐらいの主人公です。で、彼は兵士なんですよ。ジャケット兵と言われる兵士。ジャケットっていうのはこう、モビルスーツのもっとちっちゃいやつですね。それを着て戦っているか、なんと戦っているかよくわからない、擬態って言われるものと戦っている。で、彼は初めて戦場に出ていきなり死んじゃいます。で、死ぬとですね、結構痛いとか辛いとかあるんですよ、これを読む限り。私死んだことないんですよでね、死にました。これね、超最初のところで死んじゃいます。どう展開するんですかっていうと、気がつくとまたですね、実はその戦いに出る前に戻るんですね。ぐるぐる繰り返す、よくあるループと言われるストーリー展開なんですけども、ここからどうやって抜け出すかっていうのは基本的にこのストーリーなんですよ。で、そういう面でいうとある面ですね、当たり前の話っていうか手形のついたストーリー展開なんですよね。だけど、じゃあなんでそれが面白いのっていうと、なんでじゃあループっていうのこのストーリー、ループっていうタイプのストーリーがあるのか、何度も何度も繰り返すっていうところなんですけど、なんでこれね、読んでると、要するに自分は何をすべきだったのかっていうのを繰り返せるわけですよ。あ、これじゃなかったんだ、いや俺こっちを取るべきだったんだ。で、この、キリアという少年は少しずつ、あ、こういうふうに変えていく、繰り返すためにいろいろ変えていくんですね。で、途中でですね、ある少女、と出会ってですね、いろんなことがあってですね、そこから抜け出す方法を探っていっていくわけです。で、それが結果的にどういうふうな結末にたどり着くかっていうのがですね、結構なんていうかな、オチというとちょっと違うし、ハッピーエンドかというとそれも違うし、なんとなくね、ちょっと残る感じがあるんですよ。あ、こんなふうになるんだなっていうふうに思いました。で、ラノベって私正直言うとですね、はい、可愛い女の子出てきましたね、よかったよかったっていう、ある種消費するようなもののイメージだったんですけど、そうでもないものもある。全部読んだわけじゃないのでわからないですけど、これは少なくともそうじゃない。だからそんなふうに読んでみると面白いかなと思います。ということで、All You Need Is Kill。はい、では、文化の質問タイプです。質問のある方は挙手でお願いします。ありがとうございます。主人公のマキリアという方、もしなんか演奏化されるとしたら、役者さんってどういう方ですか？なんか番組知ってんだよな。これ実はですね、この夏に映画になるですね。トム・クルーズ主演。タイトル変わります。タイトルはですね、今聞いてる感じですね。エッジ・オブ・トゥモローというタイトルで、この夏の公開だそうです。で私が読んだきっかけも実は、だいぶ前ですね、2年ぐらい前ですね、そういう話があるよという話を某所で聞きましてですね、ふーんと思っていて、それで読んだというのがこの本のきっかけです。ありがとうございます。仕込みです。そうだったんです。資格の資格。ネットにはもうそろそろ予告編が出てますよね。他にも質問のある方。タクさんが人生やり直すとして、はい、フィギュアの行動、やり直した行動で参考になることなんかありますか？なるほど。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、ループですから、何もしないと変わらないですよね。フィードバックを受けられるかどうかなんですよ。でフィードバックはその自分が感じられるかどうか。だから、失敗したら失敗した。でそれ事実なので、まあ、今更どうしようもない。問題は、じゃあ次はどこを変えるかですよ。変えたらひょっとしたら悪くなるかもしれないけど、変えないのはなしかなというふうに思いました。はい、じゃあちょうどお時間になりましたので、はい。